皆さんこんにちは、トラコの部屋の時間です。この企画はメンバーシップに加入してくれた方とトークしてコミュニケーションを深める企画です。今回のゲストはこの方です。タマです。皆様はじめまして。はい、タマさんよろしくお願いします。タマさんの名前はタマさんですけど、 FF14 歴はどれぐらいなのかっていうのと、プレイスタイルはどういう風に遊んでるのかっていうのを教えてください。と FF を始めて2年経ったのかな。おで、普段はどういうプレイスタイルで遊んでるのかっていうなんだろう、天童を集めて3キャラ回して、3キャラ分の天童を集めてって感じ。3キャラ分の天童しんど。まあでも450だけだから。今ちなみにこのムキムキのこの体のキャラクターは何号なんでしょう。2号くんです。あ、2号くん、ムキムキイケオジ系男子。なぜ裸なのかは知らない、わからないけどいやもうこのムキムキの体を抜かなきゃもったいないでしょ。あー、なるほど。普段はその3キャラ回して、遊ぶのはノーマルコンテンツまで。ね、行月までは5区もやってたんですよ。おお。ただ応募に入ってからまだ5区の練習もやってなくて、やりたいねっていう話を、うん、リンクシェルのお友達としてはいるんですけど、もうちょっと装備天童揃ってからでもいいかねって。まあ、なるほど。そうそう、5区とか、まあ霊式も行ったこと私ないんですけど。おお、なかなか楽しいですよ。なかなかね、そう、うん、行きたい気持ちはあるけど、うん、なんかロドストでパーティーそういう募集見ても、うん、経験者の方とか今の段階だったらまだね。はい。あ、まだ私にはまだって感じですね。あ、まあ、できればなんかこう気の知れた身内同士で集まっていくのが、そうそうそう、あ、楽ではあるね。私ノーマルの、うん、ゾラでさえよく分かってないんですよ。ゾラじゃね、はいはい。特に変身した時のなんか剣が刺さってブシュってなる。ブシュはいはいはい、あれ、はい、あそこ意味が分かってなくて。ああ、まあまあ、でもね、ノーマルってなんかやって一回やったらなかなか次やらんでしょう。そもそもゾラージュは当たらないんです、ね、そう、ルレで当たるかぐらいでしょう、もう行くのって。そうそう、なったら覚えようがないって言うとあれやけど、なんか忘れますやん。自分も結構忘れてること多くて、うん、けど5区とかってそれでクリアするために何回も練習してクリアするから、そっちの方が覚えてるっていうのがあって。ああ、わかります。なんか行月でその5区やってて、うん、そのフレットで一緒にパーティー組んで透明ツルレで、それのノーマルに当たった時に、うん、むしろわからないって言ってました。あ、そう、その現象あるあるそうそう。ああ、なるほど。じゃあ今は一応そのノーマル3キャラ分頑張って装備が揃ったら、まあ、ごく大事で、式でも挑みたいなと思ってると。そうそう、行きたい。うん、ほうほう。じゃあちょっとね、まあ、3キャラ分遊んでるってことは、結構ね、14、まあ、2年とはいえ、密度は濃いと思うんですよ。そうですね、人生3周目なんで。うん、人生3周。じゃあ、人生3周やってきた中で、なんか、こう、今までこの2年間振り返ってみて、ここちょっと思い出強く残ってるところ、なんかあるかなっていう話をちょっと聞きたいんですが。思い出は、うん、リアルの話になっちゃうんですけど、ほう、とやっぱ母親っていう立場だと、うん、行月の樹海の ID、 これ途中で、はい、ゾウさんの親子が、うん、あった、お母さんと子供が3頭追って、はい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 、あった、子供の目の前で お母さんが先になってしまってっていうところ、うん、もうあそこがもう毎回泣くんですよ。あ、今なんか俺それ聞いて鳥肌立った、めっちゃ怖ってなった逆に今。あ、そっか、そういう話か。そこの ID の前後でしたっけ、なんかお母さんが赤ちゃん抱っこして逃げてて、うんうん、あるある。で泉にポイって投げられて、その衝撃で首がっていう。ああ、はいはいはい。まああれですよ、あの時は週末が来て、なんかもうとりあえず怯えたあかん時期やったんですね。そう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 、なんか怯えると消えちゃうみたいな。泣くいや、まあ俺はまあ泣くというか、なんか、あ、なんか話すごくなってるな、ちょっと怖いなっていうようなイメージはでしたけど、今その ID のことに関してはめっちゃなんかもうゾワッときた、うん、あれでしょ、めっちゃごっついモンスターになるとこでしょ、4体。そう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 、うん、なんかそうだ、あれお母さんが先になって子供が後でこう変化してるんだ。 お母さん怖いよって言ってるんですよ、うん、吹き出しで子供が、もうあれが怖いよね。なるほど、もう今泣きそう
まあそうかそうか、それが一番思い出強く残ってるところ。そうそうそう。それでも3周してるわけでしょ。うん。3回とも全部泣いたってこと？あの1回目は、はい、泣くっていうか、うん、何何何みたいな、うん、ついていけんっていうかびっくりする感じで、うん、でも2周目以降はもう泣きます。あーそっか、2周目は、まあ2周目やからちょっとより分かるというかね、映画も2回目見たら面白いみたいなの言うけどそういうことかな。うん、思い出はそれ残ってるけど、まあ、楽しかったところでもいいし、まあ、楽しいところ14の楽しいところは何か、まあ、ストーリーでもいいし、この FF14 を遊んでる上で、まあ、あのゲーム内の内容でもいいし、例えばフレンドと遊んだこととかもう何でもいいです、まあ、リアルに関するつながるところでも何でもいい。でもキャラ、これも全身世紀もそうですけど、キャラ作りがすごい楽しくって。ああなるほど、キャラメイクで時々、うん、そうそう、時々この人全身世紀してるんですよ。まあそうか、でも何人かキャラいたらそのうち一人ぐらい、なんかパッと気軽に買いやすいっていうのもサブキャラのポイントかも。同じ人がいないっていうか、その見回してても、うん、このキャラにして初めてフレーにどうって見たら、うん、誰に似てるって言われたんだっけ、イルベルトだっけ。あーイルベルト、はいはいはい、イノベルト、イルベルトだったけど、なんかイノだっけ、あれあのね、ちょっとね名前がね、俺もこれで言って間違えて指摘されたとこやから覚えてないっていうねちょっと目元が似てるって言われた。確かにちょっとこうワクドっぽい感じの、そうそう。でもハイランダーってね、かっこよく見せるのが結構難しかったりするから、いやいいと思いますよ。それでまた遊ぶのも楽しいですもんね。それでそのキャラでコンテンツに行くっていうのがミラプリしてね。だいたいこんな格好で行ったら、うん、ニップは絶対もらいます。あーなるほど、あるミラプリミップあるあるですね。でポートレートもそれなりに凝ってて、うん、なえらいエレガントやなバラが咲いております。そう、あの何ヶ月前だったか忘れたけど、あの X で、あのハイランダーのおすすめのポートレート貼っ、ポートレート貼っときますねって言って、あのポストしてた人がおって、その人はハチマキに白いふんだしあったんですよ。だからその人のとほとんど一緒なんですけど、それを参考にして。でもインパクト強烈やね、確かに密封飛んでくるかも。これでよく遊ぶのはジョブは白魔か戦士か詩人ですね。あーなるほど、まあ、戦士でいたらもういかにもっていう感じしますよね全然守れてないです。そう、タンクやのにスケスケやけど肉体で行くみたいな、剥がれの肉体でパンツしか入ってないし破れたら KO ですね。じゃあその今3つ挙げたけど、その中で一番好きなジョブは何ですか？もうダントツで白魔です。白魔ダントツで、ダントツで。おう、その理由は何なんでしょう？白魔がめっちゃ好き、まあ、ヒーラーですね、ヒーラーが好きっていう理由。もうパーティーメンバーの命は私が握ってるぞみたいな。それは握ってやる、はいはいはい、お前らの命は私次第だっていう感覚なんか、それともなんだろう、母性じゃないけどこうちょっと守ってあげたいっていうか、そういう感じのニュアンスなのか。あでも若干どうやって感じです。あの ID に行って誰かが被弾して、うん、あの被弾目もすごいし、まあ瀕死状態みたいな時に、うん、さっと HP 戻してあげたりバリアかけたり、はい、あのそのまんま次の全体攻撃食らってたら死んでたぞっていうところを生かしてあげたっていう。あなるほどなるほど、わかるわ、今救ってやったドヤみたいな。ミップちょうだいミップちょうだいって思ってる。あそっちかあなるほど、まあでも基本は癒してあげたいっていうポイント。そうですね、なんか楽しくって、うん、あなるほど、ヒーラーとしてのその戦闘スタイルが。そうそう、じゃあそんな中で、FF14 をこれやってて、まあ、結構こう好きでしょ、14。2年間とはいえ、俺3キャラやる労力って結構すごいと思う。その好きじゃないと。その中で、今後になんか期待したいことはありますか？その、この14に対して、まあ今いろいろ自分の遊んでる遊びの幅の中で、こういうことあったらいいな、みたいな。運営にね、通報をした時に。はいはいはい。相手の別アカウントのことだから、例えばその、どういう処分を受けたかとかっていうのを教えれないみたいな。個人的には処分の内容は別として、処分受けたかどうかだけでもっていうのは教えてくれたらなっていうのはちょっと思ってたりします。あーなるほど、明らかにアウトな行動を取った人に対して、まあ、通報して、うん、あなるほど、タマさんが被害を受けたと。そうそう、私と、うん、そうあったんですよ一回、ほうひどいのがあって、
まあさすがにお高めなしはないと思うレベルの話やけど、うん、言ってもやっぱちょっと安心したいから、うん、内容はいいとして、うん、処分を受けたかどうかだけでもっていうのはちょっと思いました。あーせめてそこで納得できるかもしれんってやつよね。そうね、多分個人情報にかかるから、まあね、教えたらあかんと、そうそうそう、あと言った言わないが多分あるかもしれんからね、うん、もう言わないっていうのが運営としては正しいっていう対応なんかもしれんけど、確かに気にはなるよね、被害を受けた側の人で考えるとね。虎次郎先生がよく動画で上げてあの永遠の先ずり問題に関するお話で、なるほど、それのよっぽどなケース、ひどいはひどい版ですそれはちなみに話せない、話せる、あのまあまあいいですよ、あのちょっと発言内容がよろしくないだけ相手の。ああなるほどね。 ID に行ってたんです、私がタンクで、はい、で平さんがおって、多分平さんは日本の方なんですよ、うんうんうん、であの DPA のお二人が海外の方で、最初からなんか二人で英語でずっと話してて、あまあ船なんだろうなと思ってたんですけど、うん、はい、でそのうちあの DPS のお二人がもう私を差し置いてガンガン前に行くんですよ、うんうんうん、で私があの前タンクより前に行かないでくださいねって日本語で言ったんですけど、まあ当然相手がちょっと分かんないみたいな、うん、通じない反応をやったんで、はい、そしたら平の方が気を利かせてくれて英語で、おあのタンクより前に出ないでくださいねって書いてくれたんですよ、賢でそしたらあのその後英語でバーって長文で返ってきたんですけど、相手から、うん、内容はよく分かんないけどやっぱ雰囲気的によろしくないっていうのはなんとなく分かるんですよ、うで、まあ、終わってからそれあの FC の人にこれちょっと訳してくれる方いませんかって言ったら、うん、内容が、まあ、要約すると、うん、あのね、DPS が先釣りした方が効率がいいんだとか、とかというわけだから感謝しろよなとか、あ、まあ、あとあのへあの、まあ、下手タタンクとか、あなるほどね、煽り言葉、あのまあ侮辱ですよね、侮辞、うんうん、そんなだったらタンクやみちまいみたいなね、ああなるほどね、そう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 、そんな別にこっちゆっくり行ってたわけじゃなく、まあ、それ以上に DPS がガンガン突っ込むバージョンね、行き過ぎても、はいはい、なんか前に出れるじゃないですか、瞬瞬って、うんうん、あ移動系のアビリティね、そう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 、はいはい、そんな感じですね。で、うん、まあさすがにひどかった件通報はしたんですが、さすがにそれでお高めなしっていうのはないとは思いますが、まあ、実際のところは分からないし、ちょっとどうなるなみたいな、そうそうそう、あ、ね、あ難しいね、まあこれは運営さんに、ね、やってもらうしかないけど、まあ信じてはいるけど若干のモヤみたいな、うん、また英語圏の認識の違いも若干ありそうやけどね、らしいですね、うん、結構ね、あの DPS が釣るっていうゲームが多いのよ、うんうん、そもそも私もそれ初めて知ったんですよ、うん、なんか虎次郎先生の解説かなんかで、はい、いや先生だなんてとんでもないまあそう、なんかタンクより前に行ったらいけないよっていうのを船から教わって、私これ始めたんですよ、ああなるほどね、あそうか、で万が一、うん、あのタゲ取ってしまったらタンクに近寄りなさいっていうのも教わったんですよ、うんうんうん、まあ基本的なこと、そうなんだって、うん、ちょっとびっくりしたのもあるんですけど、うんうん、海外ではそういう話もあるみたいですよ、全部がそうとはわからないけど、ただまあどっちしてもね、口が荒れすぎるのはちょっと良くないですよね、ちょっとね、その先釣りはちょいちょいで見るんですけど、さすがにそこまでひどいのは初めて見たけ、うん、なるほど、まあ今後はないと思うけど、もし万が一また同じようなことが起きた時にそういうとこちょっと教えてくれたらいいなぐらいの、そうそうそう、なるほど、まあでもそれ以降もね、なんか心折れずに遊べてるっていうのはいいんじゃないでしょうかね、まあ仲間がいるからっていうのはあるかもしれない、うん、あのこれ本当に本当にあのコンサポでしか、うん、ほとんど行ったことなくて、ソロでやってますだったら、うん、もう嫌だってなってたかも、ああそう、周りにこう話せる人がいたからっていうのは、そうそう、 FC 面もいるし、うん、あのリンクシェルの友達もいるし、うん、そうね、やっぱそういうの考えると何かしらコミュニティに入ってる方がなんか、そうですね、ね、うん、そ周りに話せる人がいてちょっとやっぱ解決できるっていうのあるから、やっぱおすすめですよね、かにコンサポも行きやってて、いきなりさ初めてのなだって言って、初めてがソロやったって考えたら、えってなるやろうね、そらなるでしょうね、でもしかもコンサポだって DPS が、DPS として言ったら自分が釣ってこないといけないし、そうあれもねちょっと大変なとこよねこの状態のまんまで初めて野良行ってみましたって釣ってきたら通報対象になりかねえしね、うん、逆にあの先釣りだ言われちゃうからねあれ
あれね、確かにそれだけで覚えちゃった人はちょっと怖いなって思うよね、確かに。あー、なるほどなるほど。いやー、結構いい貴重な話がいっぱい聞けました。ありがとうございますって感じで、今回はね、お時間が来ましたのでこれで一旦締めていきますけど、タマ、はい、さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日のトラコの部屋はこれで終わります。ありがとうございました。